8月29日土曜日午後1時の時報をお伝えしましたこんにちは久米宏です堀井美香です今週もいろいろニュースありましたよねやっぱりあの株の乱高下がひどかったです、はい、もうジェットコースターのようだったんですけど、はい、それと僕が注目したニュースは山口組の分裂ですねああそうですか何ですかそのそのリアクションは <laughs> い<や>山口分組分裂のニュースでね、いろんな映像が出てくるんですけど、はい、もう僕は日本はおしまいだと思いました 山口組の幹部たちがワンボックスカーに乗ってるんですよ、もう、もうだめでしょ、ああいったものはね、黒のメルセデスベンツの S タイプって決まってるんですよ、便利なんじゃないですか、ワンボックスは何かといや、でも、伝統とか趣とかあるじゃないですか、ああいう人たちは黒い、でかいベンツに乗らないと、円にならないんですよ、神戸の山口組本部にね、ワンボックスカーが何台もあって、もうね、僕、これ見てね、日本の自動車文化も。 おしまいやっぱり、やっぱり、ヨーロッパはさすがでね、やっぱり,っぱりセダンが終了なんですけど、はい、アメリカは SUV っていうね、スポーツユーティリティーリークルって、はい、日本はもう、どこ行ってもワンボックスでしょう、はいあの、お盆の高速道路の駐車場なんか行ってみなさいよ、はい、ワンボックスのパレードですよ。えー、久米さん、乗られたことありますあれあんま空気運ぶよような,なまあ乗りませんよ <laughs> 結構楽しいんですよ、これが乗ってみるとやっぱり。だってあれはっきり言って、小型バスの運転手ですよ。ちょっと待ってください。<laughs> 山口組がワンボックスに乗ったら、縁ならないんだから、そうですね、いくら黒背広くてね、<laughs> あのグラス出てきたってさ、えー、乗ってくる車ワンボックスだお前らどこ行くんだよっていう感じなんですよ。確かに、あのね、ねあのうただとか、刀持ってるの、折り込むにはね、<laughs> ええ、オりるドにっ引っかからなくているかもしれないですけど。 今週特にここのところガソリンが安くなったの知ってますいや、わかります。急激にガソリンが安くなったの。今度6週ぐらい連続下がってるんですけど、はい、昨日のニューヨーク原油の終値が45.22ドル。まあ45ドルです。1バレル159リッターですけど、えー、45ドル。これを覚えておいてくださいね。今月の終わりから、今週スペシャルウィークですから、僕もあの、アンチですから、アンチスペシャルウィークですから、車の話をするわけですけど、<laughs> モーターショーが、 今月、来月末から始まるんですけど、第44回モーターショー。第1回が開かれたのが1954年。終戦後9年でモーターショー東京どこでやったと思いますえ第1回。どうでしょう千葉とかですかね東京モーターショーだって来るじゃん。だって東京ディズニーランドですもん。最近はね、マーカメッセだからあたりがもう東京で最後かもしれないですけど、第1回はね、日比谷公園でやったんです。 日比谷公園ですその時僕10歳だったんですけどあの <laughs> 日比谷公園,日比谷公園はいで今年が44回のモーターショーなんで始まったのが1954年というと合わないじゃないか数がって大盛りの方大勢いらっしゃると思うんですね、はい、合わないんです安田の得意な方はあの1954年に始まって毎,回回毎年開催されたのは1973年までなんです、はい、もうここでいろんな 歴史を知っている方がいろんなことがピンピンピンっていくるんですね、モーターショーが毎年やってたのは、東京は1973年まで、なぜかというと、73年に第1回オイルショックというのが起きるんです、はい、昨日のニューヨークの終値が45ドルでしょ、あの第1回オイルショックというのは、1973年の10月に、オペック6カ国というのが、1バレル3ドルだったのを5ドルに上げたんです。はい 昨日のイル、ね、45ドルですよ、はい、<laughs> 1> 第1回オイルショックは73年に3ドルを5ドルに上げたんで世界中大騒ぎになってそれが10月だったんですけど1973年の暮れに来年の1月からもうすぐですよね来年の1月から5ドルを11ドルに上げるって言ったんですんだから3ドルがあっという間に11ドルになったっていうのが1973年のオイルショックでおかげでモーターショールは 翌年の74年は休むことになって、はい、それ以降奇数年に東京モーターショーは開かれることになって、はいえー、今年は奇数年なんでやることになったと、はい、こういうわけです、はい、で僕は自慢じゃないですけど中高大とモーターショーははっきり言って賞です、はい、<laughs> <laughs> ずっと晴海だったんですけどね今と違ってあの当時のモーターショーってねほとんどね男の子の遊び場 小中高生がしかもモーターショーに限って家族連れで来るんじゃないんですよどういうわけか友達同士で来るつるんで入場料を払ったと思います確か払ったと思う払ったそれでいかにパンフレットを集めるかが勝負なんですビニール袋をもらってねいっぱいパンフレットおじさんお願い!」とか言ってもらうもう中学生ぐらいになったらもうねいっぱしにあの。 詰めなんかやめちゃってね、はい、割とこうラフな顔してね、はい、社会人っぽい感じで、はい、<laughs> 無理なんですけどね中学生だから可愛 <laughs> らしいでいっぱいパンフレットもらってきて、はい、袋詰めいっぱい車のパンフレットもらってくるとそうですねその後1か月間うちで楽しめますねうん寝る前にこれにしようか、えー、あれにしようか買わないんですよ、えー、これにしようか、えー、あれにしようかって幸せな気分になれるんで毎年春見に秋になると行くっていうのは恒例だったんですけど あのー、その時から不思議なもんでね、例えばの車の展示方法で今でもやるんですけど、新型ブルーバードが出たとするじゃないですか、まあ、3代目ぐらいの。 前の代のブルーバードも陳列してあって初代のブルーバードも陳列してあるっていうふうになるわけですけどほとんどの子供たちも大人たちも当然ながら今回発表の、まあ、モーターショーに合わせて新型発表することが当時多かったんですけど出たばっかりのブルーバードを見に行くんですけど僕はガキなのに、はい、なぜか初代ブルーバードとか、はいえー、今のやつの前の方に行くんですこの頃からね、うん、どうもね、うん、確かに新しい車は全ての性能がよくなるんですけど、うん 本能的に古い方に行くっていうのはその頃なの、はい、もうあったんですね、はい、古い方が好きだって、はいはい、あのー、どう言うんだろうね父親の遺伝もあるんですよ、うん、あの古いものを直して使うっていうのは父親の趣味だったんで何でも腕時計でも古いものを組み立て直してオイルを入れて直すっていうのは好きだったんで、うん、前にも何回も話しましたけど T シャツに至っても僕古いものが好きだからはい 伸び輪っかんと乗り物がほつれてきて <laughs> 奥さんに捨てられそうになって,捨てられそうなんとかキープしてっていうのが <laughs> あの好きなんですけど車に関しても実はこのね自動車業界だけなのかな、えー、他にもあるな「やれた」って言葉を使うんですよ「やれる」っていう。はい やれた感じっていうのかります塗装がちょっと色が変わってきちゃったりなんかして外に特に青空駐車場に止めてある車って南側とか西日当たるようなところの塗装が少し色が変わってきて川の内装の椅子あたりが2三3 0年乗るとひびが入ってくるんですよ川の内装で乾いてきてそれがやれた感じなんですわかりますどういう字が書か知ってますやれたえ やり水のやりどういう,ん、こ,うこういう信用のあのねやれるっての工事園を引くと破れるっていういて、えー、<laughs> 破れるにれをつけてやれと呼ぶんですやれ場所っていうのが載ってるんですね工事園引くとちゃんとした言葉ですねやれ場所っていうのは、はい、夫婦に夫婦だって夫婦に晒されて痛み破れた場所場所って知ってますよね繊維を取って 織物にして沖縄なんかできる場所っていうものの元になる大きな植物なんですけど、やれ場所っていうのがその傷んだ場所のことをやれ場所っていうちゃんとしたい。やれるって日本語なんですけど、やれた車が好きなんです。うん3代目くらいかな？うん、山口組で言うと <laughs> 3代目ぐらいの組長が乗ってたような。<laughs> やつのベンツが好きなんですよ、はいはい、ただ、はい、連中黒塗りですからね、はい、僕がライトブルーあたりのメルセが好きなんですけどすライトブルーで中がベージュで革、はい、が荒れてもうお尻の跡がついちゃってあ今ないですよねただねそういう古い車が僕本当は好きなんですけどだったら中古車買えばいいじゃないかっていうほとんどの人に言われるんですそういう話をするとだったら僕まだ中古車買えばいいじゃないかってこれがダメなんですようどうしてですか人が乗って古くしたのはダメなんです 自分が使い込んでやれないとなる、はい